日本バスともの会が動体保存するボンネットバス。日本バスともの会はバスに興味がある人々の活動を支援することを目的として設立された任意団体である。1980年に設立。かつては東京都豊島区に事務局を置いていた。全国に5支部を要する。また6番目の支部として東北支部ができ記念本を出版していると。 河北新報で報道された。この六支部体制は1980年の設立当時に服したと言える。10台を超える保存バスがあり、一部車両はイベントなどへの貸し出しで一般人が実際に乗車できる機会がある。事務局を埼玉県富士見野市大原一丁目市の旧バスの店倉太きつつ機内に置いている。また同店内に バス資料室を開設している。事務局は、クリム企画株式会社という企業と同居している。また保存バスは、日本バスともの会での所有であることから、車検を取得する際に、個人名義を避けるため、これとは別に法人を設立した。このような経緯は別として、現在バス保存活動の実務は、茨城県土浦市に本部を置く特定非営利。 活動法人日本バス文化保存振興委員会に移行している。日本バスともの会が編集に携わった書籍は多数あり、ともの会自体が発行した書籍も日本のバスカラーメーカーなどが出版されている。ありがとうございます。